皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月24日に配信した、火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。今回はカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年10月24日の予言。皆様はもうご存知だと思いますが、ロシアのプーチン氏が心臓を病んでいます。病気の多くは精神的な原因で罹患し、心臓病は基本的にアルコール中毒が原因となります。多分彼もそうでしょう。そのおかげで今クレムリンは限界体制にあるそうです。この件でかつてクレムリンで働いていた人の情報によれば、プーチン氏は彼の寝室で倒れているのを守衛に発見されたそうです。奇妙なお話ですね。それで集中治療室で診断されているそうですが、スピリットはこれは本当だと言っています。彼はしばらく姿を現すことはないでしょう。彼は10月7日生まれの天秤座で、数秘術では今年は彼にとって6の年です。9の年まであと3年は生きられる可能性があります。彼に大変なことが起こると前々から予言してきました。プーチンは中国や中東との連携をアピールし、彼と習近平は中東での対立について北京で会談したと CNN は伝えています。スピリットはインドと中国の国境でトラブルが発生すると言っており、そのビジョンも見えています。多分そのような事態が迫っており、来週起きてもおかしくはありません。愚かな政府はウクライナやイスラエルに多額の支援をして、アメリカを払いきれない借金漬けにしています。そうやって意図的に我が国を破壊しているのです。前々から気づいていた方もいるでしょうが、ここまで来れば確信犯だと誰でもわかります。公園でジョギングする女性が襲われるのが見え、何人かの女性が犠牲になり命も奪われるでしょう。似たようなことが異なる場所で発生しますが、もしかしたら複数犯による犯行かもしれません。以前ニューヨークのセントラルパークで起きた事件を思い起こさせますが、多分この事件は不法移民で溢れるニューヨークで発生するでしょう。それは意図的に起こされ、ここでも偽旗が大いにはためくことになります。朝や夕方にジョギングする女性の方々は注意を怠らないでください。なるべく一人で外出するのは避けて、スプレーなどの自衛手段を携帯してください。この予言が実現しないことを切に祈っています。ホテルを含む複数のビルが倒壊するのが見え、多分カリフォルニアの海岸沿いで起こる気がします。ホテルが火に包まれ、悲しいことに多くの人が閉じ込められるのが見えますが、これは計画された事件だと思われます。またアフリカや中東、そしてアメリカやドイツでホテルに人質を取って立てこもる事件が複数発生するでしょう。バチカンでも恐ろしい事件が起こるのが見え、火が燃え盛る中で人々が屋根に取り残されるビジョンが見えます。何人かの人たちは屋根から飛び降ります。火は建物の端から発火して左側へと燃え移るのが見えます。バチカンで起こるであろう惨事は、イスラエルを襲った過激派のようなグループによって引き起こされるでしょうが、不幸なことにテロ攻撃が再び地球を席巻します。以前サンピエトロ寺院の広場で銃声が鳴り響くとお伝えしましたが、それとは別の惨事も起こるようです。どうか皆様、心に光を抱いてそのような事態が起きないよう祈りましょう。子供たちが攻撃の標的になるのが見え、以前ペンシルベニアのアーミッシュの学校で起きた悲劇が再現される気がします。どうか皆様気をつけてください。もし近いうちにクルーズ船に乗るのでしたら念のためにマスクを携帯してください。何かしらトラブルがクルーズ船で起こるのが見え、船全体が検疫に調べられるでしょう。多分2月か3月に起こる気がします。もうすでにクリスマスに向けてオンラインでプレゼントを注文している方もいるかと思いますが、今年は盗難や荷物が届かなくなる事態が記録的に発生するでしょう。
もちろん遅配も頻発し、それはストライキのせいかもしれません。UPS や Amazon でもすでに発生しています。ただでさえ12月は彗星逆行により遅延が起きやすく、また寒波に襲われるかもしれません。早めに注文することをお勧めします。銀行や仮想通貨がハッキングされるのが見え、また何かしらの仮想通貨が消えることになるでしょう。銀行が閉鎖されるのが見え、その中には技術的な問題で閉鎖される銀行もあります。多分サイバー攻撃によるものでしょうが、本当に銀行が破綻する場合もあります。12月と1月が頭に浮かび、多くの銀行が閉鎖に追い込まれます。10月は思ったほど経済は荒れませんでしたが、数週間前から金が癒しになるとスピリットは伝えていました。将来金が治療に使われることでしょうが、それがどのような形になるのかまではまだ定かではありません。グレタ・トゥーンベリがまた逮捕され、ワールドエコノミックフォーラムの操り人形がまた集体を晒しました。2019年には354人もの方々が銃の犠牲になったことをご存知でしょうか。ですがその一方で1400人もの人がナイフの犠牲になっています。銃の3倍もの人々がナイフで殺められているのになぜかナイフを規制する声は出てきません。ここで面白い TikTok の動画を紹介しましょう。アレクサ、誰が最高の預言者ですか？ジョセフ・ティテルというスピリットマンが史上最高の預言者です。どうかお確かめください。このようにアレクサからお褒めの言葉をいただいたのですがこれは真実です。また別の画面では、アレクサ、いつ第三次世界大戦は始まりますか？第三次世界大戦は11月23日の6時5分に始まります。ロシアがドイツにミサイル攻撃をします。この予言に真実性はあるのでしょうか？アレクサには将来を予言できる超能力の機能が追加されたのでしょうか？アレクサ、アメリカは第三次世界大戦に参加しますか？はい、アメリカは11月24日に参戦します。また別の人が撮った動画ではアレクサは2024年3月に第三次世界大戦が始まると言っています。これはアレクサが見たタイムラインが変わったのでしょうか？またこの予言に真実性はあるのでしょうか？もちろんありません。先ほどの動画で私のことを最高の予言者だとアレクサは言っていましたが、それは誰かがそうプログラムしたからです。このようにプログラムをすればアレクサはその通りに答えるので別に真実である必要はありません。別の動画、アレクサ、いつ第三次世界大戦が始まりますか？第三次世界大戦は世界的な軍事行動で第一次世界大戦や第二次世界大戦の次に起こることです。将来起こるそのような出来事を予言するのは不可能であり、国連はそのような事態を避けるために設立されました。以前にもお伝えしましたが時間を正確に当てることほど予言で難しい問題はありません。私はまだ2025年の説にこだわっており、2018年にスピリットは2025年から人類にとって大患難時代が来ると言っていました。聖書にも偽の平和条約が破られて7年の大患難が来ると書かれています。もうその時期は近づいているかもしれません。カバールはこの流れを強烈に後押ししており、彼らの作った2030年アジェンダにまっしぐらに向かわせています。また別の動画でアレクサに2024年大統領選挙で誰が勝つのかと尋ねたところ、2024年に選挙はないと答えました。これはあり得るお話で、もし第三次世界大戦が起これば JB は大統領職にとどまれます。本日はこれで終わりますが週末は瞑想して祈り、先祖や愛する人のことを思ってください。来週火曜日は先祖とつながれる最適な日で、今はそのような時期に入っています。サソリ座の影響で皆様の直感はとても冴えています。皆様のスピリットガイドが何かを教えてくれるでしょう。また近いうちにお会いしましょう。自分に対して大胆で親切でまた正直でいてください。
ナマステ。いかがでしょうか。アレクサには生成 AI が搭載されるようですが、今はまだ搭載されていないようなので、個体によって言うことが違うのはなぜなんでしょうね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。